こんにちは。今回は面白自販機福岡市南区です。ということで西鉄市里駅の近くに来てます。行っている間にもう見えてきましたね。最初はワンカラさんの前にある4台です。西鉄市里駅近く一人カラオケ専門店ワンカラさんの前にある焼き鳥と焼き芋の自販機です。ちなみにワンカラさんは1曲200円で歌えるそうです。右側は博多一番鶏洗いさんの自販機です。焼き鳥の大きさと美味しさでお客様の支持を受け、現在は博多を中心に100店舗以上展開されてます。豚足650円、桃の炭火焼き580円、そして博多名物のぐるぐる巻き皮が5本で700円、豚バラは6本で880円、焼き鳥のパックも6本で880円、豚バラとぐるぐる皮巻きのパックは1000円。隣は焼き芋です。 200g で450円、種子島産の安納芋を使用されてます。皮ごと食べられる甘くて美味しい焼き芋です。袋ごとレンチンすれば出来上がりです。1番から10番まで全部同じ商品でした。芋もたまにはいいもんだ。焼き鳥の自販機は博多駅近く辺で、焼き芋の自販機は佐賀辺で出てきましたね。ぜひそちらもご視聴いただければ幸いです。そしてこちらの一人カラオケ専門店ワンカラさん前にはこれだけじゃないんです。あと2台おもしろ自販機が設置されてます。こちらです。先ほどのおもしろ自販機から徒歩5秒、先ほどはイエローでしたが、こちらはピンクの自販機2台です。2003年の春吉店出店以来、福岡のサードウェーブコーヒー店を10年以上にわたり牽引してきた人気店マヌコーヒーさんの自販機です。コーヒー豆はもちろんのこと、コーヒーコンペイトーもありました。下段の3つは愛知県の製パン会社コモさんが作るコモパンの小倉とクリームとジャムのパンです。お隣はポップコーン350円です。キャラメルにチョコキャラメルにチョコストロベリー、北海道バター醤油にうま塩があります。コーヒー豆の自販機は佐世保編や佐賀編で出てきましたね。ポップコーンは間違いなく初登場になりますね。一人カラオケのお供にポップコーンもいいですね。ジェリーズポップコーンさんは開業から14年、大型商業施設を中心に移動販売で人気のあるお店です。ということで西鉄市里駅近く一人カラオケ専門店ワンカラさんの前にある4台の面白自販機でした。続いてこちらは南区長7丁目国道49号線沿いにある焼き鳥の自販機です。先ほどのワンカラさんの前の自販機と同じ博多一番乗り新井さんの自販機になります。先ほどのところから車で約10分ぐらいのところにあります。商品ラインナップも全く同じになります。レンチンするだけでご自宅で有名店の味が簡単に食べれますよ。炭火で一本一本丁寧に焼き上げられています。今夜の晩酌のあてはこれで決まりですね。ということで南区長7丁目にあった博多一番乗り新井さんの自販機でした。次はウッディすぐ店さん、ローソンすぐ南店さんの近くにあるバルーン&カフェバナナさんです。元ネイリストのオーナーが手掛けるバルーンショップです。その前にある自販機がボールステーションです。化学調味料を使わない豚骨ラーメンやパティシエが作るスイーツ感、トロトロの濃厚プリンなどコンビニでは買えないような商品を販売されてます。ペーパーバッグやスプーンも買えます。スイーツはセールになってる日もあるそうです。パンケーキのマカロンナスクにベリーレアチーズ、お値段は書いてないですね。中段は最近専門店もできてきて人気の生わらび餅、下段は恐竜の卵、中はキャンディーみたいです。そして奇跡のプリンは厳選された卵とジャージー牛乳を使用されてます。そしてインスタ映えしそうなイチゴのケーキ感です。
今回はありませんでしたが、以前はラーメンもあったみたいですね。これで今日の風呂上がりのスイーツは決まりだな。風呂上がりが楽しみだわ。ということで、南区おさね丁目松尾ビル1階にあるスイーツやキャンディーの自販機バルーン&カフェバナナさんでした。ちなみにお隣には博多ラーメンのお店が営業中でした。こちらは南区長岡鴻巣山通りです。住宅街の中に珍しい本格派チーズの自販機があります。世界各国のチーズが自販機で販売されてます。ワイン通やチーズ好きにはたまらない自販機です。こちらの自販機については別動画で詳しくご紹介してますので、ぜひご視聴ください。南区中尾2丁目にあるパチンコ店玉屋中尾店です。こちらにはドヒエモン様の自販機が3台連チャンでありました。そうです、今はなくなってました。ここに立っていたはずです。設置跡かなと思われる跡がありました。唐揚げ、ラーメン、うなぎのせいろ蒸し、トラフグの刺身、ハンバーグ、メンチカツ、砂ずりの唐揚げ、ダルムなどが売られてました。撤去されてたのは残念ですね。また復活することを願ってます。戻ってきました。南区西鉄いじり駅です。いじり2丁目といじり5丁目のコインパーキングにもドヒエモン様がありましたが、撤去されてました。全国から美味しいスイーツを集めた自販機でした。北海道からは5種のベリー贅沢チーズケーキ、アールグレイチーズケーキ、札幌カタラーナ、函館ロールケーキ、プレミアムエールショコラシューなどが販売されてました。撤去は残念ですね。南区にも面白自販機がもっと増えて、地域経済を後押しする存在になってほしいですね。ではこの動画はこの辺ね。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。